LINE ライブを私やってるんですけど、それの TGC のランウェイ出演権と、あとデュオプレゼンツドラフト会議みたいのがあるんですけど、それに出演する権利を特別賞でいただいたので、それの祝賀会をしたいと思います。今回は1万円を予算に買ってきたんですけど、ケンタッキー、ゴンチャ、スタバ、無印で買ってきました。で、2000円余ったんですけど、それはりょうくんに金の鶏からを今度食べていいよっていう権利としてあげたいと思います。イエーイ、やった。で、まず無印で買ったやつを紹介したいと思います。まずこちら、なんか新しいの出てた、塩チョコスティックパイ。おー、美味しそう。これで次に新作でこちら大粒卵ボーロ出てました。2個買ってきちゃった。キャラメルポップコーン2個、安定の、安定の、何個あるでしょうか。5、7。なめんな、なめんな。1、2、3、4、5、6、7、8です。やば、画面がいっちゃった。あと麦チョコ2個とブールドネージュ買ってきて2000円です。イエーイ、量えぐい。お化けわあ。はい、こんなに買ってきたんだけど、私はランウェイがあるのでダイエットしなきゃいけないんですよ。なので今日で最後で、これからダイエットしたいと思います。キャーということで、これとか全部ちょっと食べきりたいと思います。で、今日は久しぶりであり、年内最後の飯テロになります。キャーギャー、いただきます。私がケンタッキーで一番好きなメニューが、ずっと昔から前からポットパイなんですけど、それがね、今年もやってきましたということで食べます。なに、イエーイ、なにこれ、冷たい、甘っ。なんか今日糖分多い。よし、モデル撮影もしたんですよ、これとは別に。うん、ふんじゃないよ、昨日もね。昨日か。おお。いただきます。なにこれ。うん。おいしい。ポートパイ。いや。いやー、おいしい。発表したいと思います。じゃーん。ありがとう。ということで、TGC ランウェイ出演権＆ドラフト会議権特別賞でした。ありがとうございます。もし5位だったらとか、もし6位だったらこれ多分取れたか分からないし、みんながいっぱいコメントしてくれたりっていうのも多分関係あるから、絶対私の力ではできない3連覇だから、本当に皆さんありがとうございます。そう、ハートとかも多分、ハート数とかもね、運営さんには見えるから、ハートだけでこれぐらいの何送られてるよみたいな。おめでとう、ミニオンさんもありがとうございます。せーの、せーの、LINE ライブ改めまして本当にありがとうございました。ハートの1ポイント、みんなが送ってくれるハートとかの1ポイントもなければ取れなかった特別賞だと思うので、本当にみんなに感謝しながらランウェイ歩きたいと思います。コロナでオンライン開催に今年もなるかもで、分かったらまた報告します。りょうくんはさ、うん、お姉ちゃんがライブしててさ、うん、プラスのことマイナスのこと感じたことあった？マイナスのことは、うん、ちょっと騒げない。うん、そうだね。プラスのことは、面白い、面白かった、うん、うん、食べちゃったん、早っ。あ、紙になった、シールが。このほんとだ。今日は甘さ控えめにしました、ゴンちゃん。あんちゃんどうでした？え、死んだ。頑張ったね。うん、学校の課題が大量に出される時期と被っちゃって、多分私が YouTube やったり配信したりしてなかったとしても、多分5時間ぐらいしか寝る時間なかったぐらいの勢いで課題を出されて、その中でのイベントだったし、私もともと特別賞狙いで毎回出てるから、配信時間いっぱいしないといけないから、それが大変だった。特別賞の審査で配信時間が関係あるらしくて、それでいっぱい配信してました。あと TGC っていうものとの親和性、うん、
そこは難しいよね、うん、正直神話ってどういう、うん、適性を見るわけ、向いてるか向いてないか、むずいよ、何が正解なのかわかんないの、うん、美味しかった。これチッケン食べます。僕もチッケン食べます。最近あんちゃん肉肉肉肉言ってるけど大丈夫？うん、やばい、肉を欲してる。マジでささみとかそういうガチの肉が食べたい。もう焼肉とか。タンパク質ってことね、うん、焼肉行こう。焼肉ダイエット途中にしてても焼肉は大丈夫か。うん、しっかり焼けば。しっかり焼くとかそういう問題？油がさ、今日のポテト長くない？目標体重決めとこうかな。最近なんか1週間でその LINE ライブの時のストレスとか寝不足で3キロ太っちゃって。まあむくみだよね。うん、でそこから1キロはもう痩せたんだけど 3.5 痩せる。 TGC まで約3ヶ月か。1ヶ月に1キロ落とせばいいのか。うん、運動しながらがいいね。うん、どういうダイエット方法しますか？まずお菓子を減らすのと、なんか1週間だけ脂肪燃焼スープやりたいの、ママと一緒に。2日ぐらいかけて食事量減らしてから脂肪燃焼スープやった方がいいらしいから、だからそっから一緒にやろう。食事制限系は誰かと一緒にやんないと無理だから、私食べちゃうから。だからママ一緒にやろう。ママ食いしん坊だからな。いや、1日目とかフルーツならいくらでも食べていいから。今日このメニューをチョイスしたのはどういう理由？まずケンタッキーはみんな好きでしょ。で、とにかく肉が食べたいから肉といえばケンタッキーみたいな。まあタピオカは安定じゃん。やっぱタピオカ食べたいから。あとタピオカの絵文字ができたから iPhone、Apple への祝いですよ。誰？で、まあ、ママはいつもタピオカよりスタバの方が好きって言うからスタバでしょ。で、無印は私、無印のお菓子最近ハマってんのと、無印のお菓子は他のに比べて割とだけどカロリーが低くて、なんか罪悪感がない。なんか罪悪感がある方が太るんだって。あ太るんだろうな、太る太る太るって思いながら食べるのと、これぐらいだったら大丈夫って思いながら食べるのだったら後者の方が太らないらしいので、まあそう気持ち的にも目印っていう感じです。おいしい。例えばりょうくん最近どうですか？どうって？いろいろ学校とか勉強とかゲームとか運動とか楽しいよ。お金お金、うん、めっちゃいい感じ。うん、ハンバーガーの存在忘れてた。あ、乾杯するの忘れてた。うん、うん、あんちゃんおめでとう。イエーイ。ランウェイってさ、そう、ランウェイって何？ポッ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 ハッで、ポーズする。うんうんうん、で、帰っていく。うん、多分コロナのことがあるから無観客だね。コロナなくなれ。コロナなくなったらさ、もしかしたらさ楽屋一緒かもしれないじゃん、誰かと。いやでもすごい人と会うかもね。うん、ネオちゃん、あと誰と会いたい？ニコルちゃん、ユキリルさん。また出るかな。うん、 TGC で歩いてどうすんの？ランウェイ歩いてどうすると思う？ TGC っていうのは何の略でしょうか？たまごかけごはん。東京セントラル証券。海外人のやつね。東京ガールズコレクション。コレクション、うん、の SS スプリングサマーバージョンだって。春服、夏服の新作を着て歩くのかな。ふー、何のランウェイがいいかな。あ、ブランド、あのニコルちゃんのブランドとか、うん、めっちゃいい。お姉ちゃんが言ってるさ、ニコルンってさ、ニコルル、ん、ニコルンちゃんのプロデュースしてるブランド、ニコロン、アンロン、ちょっとやだ、ダサい。シェンロン。ヘザーの名前の由来ってなんだろう。コンセプトはいつまでも遊び心を忘れない前向きな女の子のためのブランドだって。んー、まあでも適当につけることの方が多いよね、そんな意味を持たずに。ベイビーチャンネルみたいじゃん。
どこまで行ったら私モデルやってますって言っていいんだろう。なんかの雑誌の専属じゃない、うん、ハンバーガーのお肉がなくなった。はい。チョコレートチョコレートチョコレートはメイジ。あとね、こっからね、あんちゃん忙しいんだよ。知ってる？知らない。年内もいろいろもう予定はあるんだけど、1月誕生日じゃん、うん、で誕生日イベントがあるじゃん、 TGC があるじゃん、ドラフト会議があるじゃん。3月卒業するでしょ、4月入学するの。やば、めっちゃ忙しいの。やば。その TGC っていつなの？卵かけご飯チャレンジ。うん、何の音これ？雨。ん？ちょうどしゃぶりじゃん。雨？うん。やば。ごちそうさまでした。これはきちんと無理せずゆっくり食べて、またそこからダイエット開始したいと思います。はい。ということで今日は特別賞受賞の祝賀会メステロでした。はい。皆さん本当にありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はあ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も